こんばんは、ハングリーです。今日はですね、京都の方までドライブに来ております。目的地の方がですね、まあ一応寺田屋さんということで、まあ坂本龍馬が好きな方でしたら知っておられるかなと思うんですけども、久々にちょっとね、寄ってみたんですけども、ちょっとびっくりしたのがですね、もともと寺田屋さんの前に用水路が流れてたんですけども、今、ちょっとね、来てびっくりしたんですけど、家が建ってるんですよ。またこういった形で、街並みがね、またコロッと変わって、街が新しくどんどんなっていくのがまた面白いですね。早速なんですけれども、撮っていこうと思います。ぜひ最後の方までチェックよろしくお願いします。撮影してるんですけども、まあ、ナンバーも隠してますしね、怪しいっていうことでちょっと職質されましたね。まあこれもまたいい、思い出になるかなと思います。はい。